今日はウエスト周り、贅肉にしっかり焦点を当てて、まあ、引き締めていくためのいくつかのワークアウトを紹介していきます。できそうなものはぜひ見ながら一緒にやってみてください。まず最初はダンベルを両手で持って左右にひねっていきます。ダンベルを振り上げるときにふっと息を吐きながらお腹に力を入れて行ってみてください。またバーベルを使ってもやりやすいので、バーベルがある人はバーベルを使ってやってみてください。次はウィンドミル。ダンベルを上に上げて体を横に倒していきます。まあ、初心者の人は1キロから2キロのダンベルを使ってやってみてください。これはまあ柔軟性も非常に高めることができます。また硬くて体を倒すことが難しい人はいけるとこまでで大丈夫です。やってたら柔らかくなっていくんで、まあ、できないと思って諦めずに続けてみてください。次はフラットのベンチにうつ伏せになって足を上げていくことでこの下背部を鍛えていきます。これはお尻の上部にも刺激が入るのでヒップアップにも効果的です。また角度をつけて行っても大丈夫です。
あまり腰が反りすぎないようにまっすぐになったぐらいで止めて、腰に不要な負担をかけないように注意しながらやってください。次はニートゥーエルボーからバードドッグ。この肘膝をつけて体格の手と足を伸ばしていきます。動作が速くならないようにしっかりコントロールした動作で行うようにしてください。次はウィンドシールドワイパー、寝転がって足を左右に振っていきます。きつい人は膝を曲げた状態で行ってください。次はヒップリフトから腰をツイストさせていきます。なるべく反動を使わない方がいいんですけど、できない人はしっかり反動を使いながらでも上げていきましょう。
ラストはサイドプランクでのヒップリフト。横になって肘、前腕、そして足でしっかり体を支えてお尻を上下させていきます。下ろすときにドタッと下ろさないように、まあ、1秒で上げて2秒で下ろすぐらいの感覚でやってみてください。はい、まあ、しっかりウエスト周りの筋肉に刺激が入ったんじゃないかなと思います。まあ、紹介した種目の中から、気に入ったものだけでもいいんで、ぜひ継続してやってみてください。ご視聴ありがとうございました。